あ、皆さんこんにちは。みんなアノニマスって知ってますか？ネット上に存在する国際的なハッカー集団の集まりなんですけど、政府や組織のネットワークに侵入して情報を流出したりするんですね。企業や政府が裏でコソコソしてることを暴き出すので、一応市民の味方なんですよね、おそらく。まあ、過激なやり方ではありますけど。そこで彼らが今年の5月に人類に対しての警告動画をアップしたんですね。で、その内容がそこそこ面白いんですよね。まあ都市伝説とか陰謀好きの方にとっては普通の情報かもしれないんですけど、うまくまとまってて面白いので今日はそれを紹介していきたいと思います。これからは全部アノニマスの発言で僕の意見ではないので、そこら辺よろしくお願いします。あと気になる方はリンク下に貼っておきますね、元の動画の。まず最初に、世の中がどういうところかというと、皆さんが生まれた世の中は悲しみ苦しみが蔓延する欲深いエリートたちが作り上げた世界だと。まあエリートっていうのは皆さんご存知の通り、呼び方は何でもいいんですけど、秘密組織やら政府でも、まあ、人口 1% の富裕層でも何でもいいんですけど、とりあえずエリートですね。世の中は彼らのせいで家畜そのものになってしまったと。ある一部の人たちのみが富を築いて、彼らは貧乏から金をむし取り、お互い争わさせ、お金の無駄遣いをさせ、そしてその管理社会にいるのを気づかせないために洗脳させているとのことらしいです。エリートたちはある一部の人間しか成功できないような経済システムを作り上げたんですよね。人間はもともと動物的で本能で生きていたものの、進化の最終段階で高い知能を取得しましたよね。ただ本来の動物的本能はまだ人間の行動に影響を与えているらしいです。人も動物のように群れる意識があり、群れから外れるものを敵対視し、争いごとを生んで縄張り意識もあり、強い性欲、所有欲、エゴがありますよね。まあわからなくもないですよね。確かにこれら全部当てはまるかもしれないですよね、人間に。次に教育ですが、学校は18になるまで皆さんがほとんどの時間を過ごすところですよね。ただそれは皆さんを洗脳する場所だと言っています。もともと子供の頃はみんな非常にクリエイティブで、好きなことをして生き生きしてますよね。好奇心だらけで、好きなものを見つけたらそれに集中して一日一日を全力で楽しんで、で好きなことを見つけて追求したらすごい力を発揮するかもしれないんですけど、エリートたちはそんなものを望んでいないんです。なので学校では常に皆さんを忙しくして、みんなに同じような無駄な知識を植えて、社会に出る頃にはおめでとうございます、皆さん立派な家畜の仲間入りです。エリートたちによって作られた世界の中で生きて、あたかもそれが全てだと思いながら、で自分がその作られた狭い世界にいるのにもかかわらず、それが理解できないほど洗脳されてしまうと。なので学校で教えられたことが全てだと思っている人は確実にアホになると言っています。自分で意識的に行動して好きなことを見つけて追求しなければ、自分自身を見失うんですよね。まあこれはわかる気はしますよね。確かに自由で創造性のある市民なんて欲しくないんですよね。忙しく働いてちゃんと服従してくれる真面目な人が欲しいんですよね。じゃなきゃ世の中をコントロールするのに大変ですもんね。例えば皆さんもアリを点 A から点 B へと移動させたかったら、なるべく壁とかを作ったり食べ物で釣ったりして並べさせますよね。それと同じように、その列から離れたら厄介ですもんね。そして次はメディアですね。テレビや広告は皆さんを洗脳させるために最高のツールだそうです。テレビには大きく3つの役割があります。1つは皆さんを真実から目をそらさせるためです。みんなの注意を散乱させるために、画面の中で作られた世界でずっと眺めさせて現実は見ないようにさせるんですよね。2つ目は間違った方向に向けさせるためです。ミスリードですね。実際の出来事には目を向けないようにプロパガンダで嘘の情報を植え付けるそうです。あ、ちなみにプロパガンダを知らない方のために、プロパガンダは特定の思想や考えを植え付けるために行う行動です。わざと事件を起こして特定の敵を作って、それをあたかも本当に悪いやつかのようにして、まあ過去にもそういう事件ありましたよね。なんか思い浮かぶ気がしますよね。そして3つ目はエリートが扱いやすいような人間へと洗脳させるためです。例えばいらないものに金を使わせたり、モデルを広告に使って皆さんの自尊心を下げさせて、まあ、そうすればもっと商品を欲しくなりますよね。可愛くなるためにとか、かっこよくなるためにとか、でその結果人生ずっと鏡だけを眺めさせて、世の中の出来事は眺めさせないんですよね。皆さんの周りにとりあえず情報やら娯楽をたくさん撒き散らすらしいんですよね。まあ残念ながら僕も全部好きなことなんですけど、テレビのみならずスポーツや映画、ゲームなど全て皆さんを真実から目をそらさせるためらしいです。まあ知ってる方もいると思いますが、戦後日本にも導入されたと言われている 3S 政策というものがありまして、これは政治や世の中の出来事に関心を向けないようにさせるための政策なんですけど、 3S の S はスクリーン、スポーツ、セックスの S なんですね。まあおそらく皆さん全部好きですよね。
特に簡単な例を出すと、みんなが100人の子供をまとめなきゃいけないってなったら、一番簡単な方法は大きい部屋にゲームやら食べ物やらおもちゃを入れてみんなで遊ばせることですよね。それと同じようなことだと思います。次に一人一人の間に違いを生ませようとするんですよね。一人一人を切り離したいんですよね。みんな人間というところでは一緒なのにもかかわらず、例えば人種、宗教、学歴、仕事、給料、見た目、社会的地位とか、そういうものを生んで貧困層と中間層の間で争わせたいんですよね。そうすれば富裕層は悠々と上から眺めてるだけなので、おお下級民族どもが争ってるぞみたいな感じでまあ浅い例にはなりますけど、僕のチャンネルは本当は優しい方ばかりで助かるんですけど、 YouTube 全体として見ると結構過激な言い争いとかあるじゃないですか。あれとかまさにエリートたちの望む展開ですよね。すごいくだらない争いではありますけど、まさに貧困層と中間層の間で違いを生ませて争わせてますよね。本当はみんな仲良くするべき存在であるのにもかかわらず、人々の間に違いを生むことで分離させたいんでしょうね。じゃあどうすればいいのか。アノニマス曰く、一人で考える時間を作ってもっと意識的に行動することだと言っています。自分の行動に意識的になる、周りに流されながら生きるのではなく自分の意識で生きることですね。そして周りと仲良くしていくこと。みんなが争っていいことなんて一つもないんですよね。これ聞いた時僕最初に想像したのが、サッカーの負けてる試合でロスタイムに相手がちょっかい出してきてそれに反応しちゃうっていう、本来の目的は別にあるのに相手の手に乗っちゃうっていう、そんな感じですよね。それが人間の一番哀れな姿だと言っています。まあ人間はこういったことを繰り返しながら生きてきたから、同じ過ちを犯さないように気をつけてくださいとのことでした。以上がアノニマスの警告です。まあだいぶ端折って予約したんですけど、都市伝説とか陰謀好きの方にとっては割と普通の話ですよね。普段あまりこういったことに触れたことがない方はへーってなるかもしれないですけど、まあ僕なりの解釈ですけど、あんまそんな悲観的になる必要もないなと思っているんですよね。一気に世の中変わることってないじゃないですか。なので極端にテレビを見るのをやめるとかゲームするのをやめるとかそういうことじゃなくて、現実的に皆さんができることってなると、やっぱ自分の好きなことをして意識的に生きることだと思いますよね。自分の意思でやりたいことをやって心から喜べるようなことを、嫌だったら嫌って言って、好きなことがあったらそれを追求して、好きな人がいたら好きって伝えて、自分に正直になることですかね。まあ当たり前じゃんと思うかもしれないですけど、意外とできてない人が多いですよね。まあ僕も含めてですけど、なんか偉そうに語ってますけど、全然僕も何もできてない側の人間なので。でもなんかみんながやりたいことをして満足するような人生だったら、世の中自然といい方向に向かっていくと思うんですよね。まあ例えばこれも非常に浅い例になりますけど、初めて彼氏彼女ができた瞬間ってみんなすごい嬉しいですよね。世の中がまるで違って見えますよね。そういう時って他人にも優しくなったりしますよね。まあ、そんな感じで自分の人生が満足いっている時って周りにもすごいいいエネルギーを与えると思うんですよね。まあ簡単に聞こえますけど、なかなかこれができないんですよね。いろいろ言い訳とかがたくさん出てきちゃって、なので結局みんな次第って感じですよね。世界は変えることはできないけど、自分が変われば世界が変わるっていう言葉あるじゃないですか。本当その通りだと思います。皆さんどう思いますかね、このアノニマスの警告。まあこの警告自体はもちろんミスリードの可能性もありますし、合ってるか合ってないかは人それぞれの解釈によって違うので、純粋に皆さんの意見を聞いてみたいですね。前回の動画は胸クソ笑顔とか語っていたのに、急にちょっと真面目な姿勢になるっていう、まあたまにはいいですよね、こういう動画も。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございます。